はい、どうも皆さん、こんにちは。スタックスナイパーリーダーのバローです。今回は、モダンウォーフェアを、皆さん、こんにちは。スタックのオーナーのグランツです。では、今回は、スタックスナイパーリクルートメントチャレンジを開催したいと思います。フィードリンダマンのリンキーさん。どうも、フィードリンダマンのリンキーです。クランタグ SKOG のクリップをいくつでもお願いします。クリップを一つにつなげた動画を YouTube にアップして URL を提出してください。 60fps 以上での録画環境は必須になります。フェイククリップは審査対象外です。フィーダーはクランの掛け持ちは禁止になるのでよろしくお願いします。では次に、北のご当地アイドルエルクさん。はーい、エディターについて説明します。これまでに最低5クリップ以上を使用したもので、自身が作成した自信のある作品を提出してください。ででは次に、常に覆面パトカーに乗っているカルナーさん。はい、どうも、常に覆面パトカーに乗ってるカルナーです。はい、じゃあデザイナーについて説明しますね。スタックスナイパーのチャンネルアートを個性的に作成してください。では最後に、身長158センチのスタックで一番イケメンなバローさん。はい、紹介になりました、イケメンのバローです。今回は、提出先は公式 TwitterDM @stacksniper になります。期限は10月25日から11月8日の、2週間としてます。最後に一言ですが、身長160センチ以下を募集しております。女の子はウェルカム。以上です。絶対いねえだろ、160センチ。 OK。 エルクさん、エルクさん、はい、エディターのところ喋るとき女の声にしてくださいよ。ボイチンですか？そう。どうやったっけな、ボイチン。ポンチポンポン。ガチでボイチン。女いんのみたいな。女いる。エルクって女みたいな。ちょっと待ってください。こういう声どこやったっけ？エルクさん。カフェオレが飲みたいよ。みんなでいっぱいやっていく。今のイントロで。はい。マブ。はい、どうも皆さんこんにちは。身長158センチのバロです。今回はコールオブデューティーモダンウォーフェアの発売を。本当に158なんですか？マジで。ここはから自虐。やばいでしょ。いきなりぶっ壊すそれ。150な、本当に。みんな見るでしょ、これ。自身が作成した自信のある作品を提出してください。で、かわいい。鳥肌立った。はい、次にデザイナー部門、カルナさん。カルトじゃないな。間違う。もう間違うってそこで。